皆さんこんにちは、つば九郎 TV 司会の庄司小夏です。よっ。さあ今回つば九郎 TV ではプロ野球の開幕が見えない中で外出自粛やテレワークで頑張っている皆さん、そして残念ながら卒業式や入学式ができなかったという学生の皆さん、そして今も周りの皆さんの生活を支えるために最前線で活躍されている皆さん、そんな皆さんに少しでも楽しんでいただければという思いからこの番組を企画いたしました。さあソーシャルディスタンスを保ちながらお送りしておりますが、つば九郎 TV メインパーソナリティのつば九郎です。よろしくお願いします。やる気十分ですね。さあということで、私たちの距離もねちょっと測ってみましょうか。こんな感じこんな感じでよいしょ。はい、しっかりソーシャルディスタンスを保ってお届けしております。よろしくお願いします。離さないでよ、離さないでよ、話さないでよ。そっと行きましょうね。はい、そっと行きましょう。さあということで、このちょっと収録の風景も皆さんにお見せしましょうかね。場内はこんな感じで、スタッフの皆さんもしっかりね、マスクをしてまた間隔を空けて、収録に臨んでおります。よろしくお願いいたします。さあ改めてなんですけれども、つば九郎ご指名いただきまして今回は本当にありがとうございます。びっくりしちゃいました。ありがとうございます。まさかこのね、スワローズさんの球団機の前でお仕事をすることになるとはちょっと思いませんでしたけれども、なんで選んでくれたんですか？なんか理由がねあるんでしょうね。あ、フリーになったと聞きまして、あ、そうなんです。2月にね、マリーンズを卒業いたしまして、今ちょっとフリーで活動させていただいてるんですけれどもね、私もこう何かできたらいいなと思ってたので、こうやって声をかけていただけて本当に嬉しく思います。よろしくお願いします。はい、ズマ人として最近どう？あ、そうなんです。実は結婚いたしまして、つば九郎今日ね写真持ってきてんのよ。見せてもいい？ちょっと見せてもいいですか？こんな感じで、じゃん。あ、無事式を挙げました。あ、そんな呼んなくてもいいんですよ。ここもソーシャルディスタンスで行きましょう。こんな感じで大丈夫ですからね。はい、ありがとうございます。ちょっとご報告でした。何あ、旦那は？あ、これはね、ソロショット持ってきました。旦那も元気でやってます。ご挨拶もさせてもらってね、つば九郎にもね。いないだろう。エア旦那。ちゃんと旦那もいて、ちゃんと結婚式2人であげましたからね。妄想じゃないです、ちゃんと結婚しました。さあそんなわけで、この収録はねちょっと近いんですけれども、ソーシャルディスタンスのある2人でお送りしてまいりたいと思います。さあでは、若野原さん、あ、実はですね、千葉テレの方でレギュラー番組が私スタートいたしまして、花田勝さんと一緒に番組の MC をやらせてもらってるんですけど、本当に優しい方で、すごいいい方なんですよ。今度ね、もうつば九郎にもご紹介したいぐらい、ぜひぜひつば九郎も遊びに来てくれたらいいんだけどね。よく知ってるわね。あ、ごっちゃんです。ごっちゃんです。ありがとうございます。さあじゃあちょっとつば九郎、そろそろ本題に入ってもよろしいですか？よろしいですか？まだ何かありますか？大丈夫ですか？さあということで、改めまして、この番組つば九郎 TV は、私たちもねソーシャルディスタンスで間隔を空けて、そしてスタッフの皆さんも手洗いうがいヤクルト、そしてマスクでね、しっかりとお届けしてまいります。さあそれでは早速まいりましょう。つば九郎のお悩み相談。さあやってまいりました。スバボンタさん、よろしくお願いいたします。さあ今回ですね、つば九郎ブログをご覧の皆様、実は4月の20日のブログで募集したお悩みが使われるのは今この番組なんですね。実はこちらにあるんですけれども、コメント欄にはなんとこれだけ300件を超えるお悩みが届きました。ありがとうございます。ではこちらに寄せられたファンの皆さんのお悩み、どんどんつば九郎に、つばもんたさんに回答していただきましょう。では行きましょう。まず一つ目のお悩みです。けいれんママさんからいただきました。つば九郎先生へ。つば九郎先生になりたいけど仮面ライダーにもなりたいという息子たち5歳3歳にアドバイスお願いします。モテたいらしいですとお悩みをいただきました。ありがとうございます。3歳と5歳の息子さんですね。はい、
お答えは二刀流頑張れ、仮面ライダーとつば九郎の二刀流、いけますかこれ。大丈夫、仮面ライダーとつば九郎の二刀流はちょっと誰も聞いたことないよね。できるかな、モテたいって言ってるけど。さあどうでしょう。つば九郎は3分以上大丈夫。あ、じゃあ、あの仮面ライダーは3分とか特にないけどねそれウルトラマンの方だったねまあつば九郎は3分以上もいけますとね。じゃあということはモテるってことでいいですか、二刀流モテる。じゃあ頑張ってください。3歳と5歳のお子さん頑張ってね。では次の質問いっちゃいましょう。みちおさんからいただきました。生後9ヶ月になる子供もスワローズクルーに入会しました。スワローズファンになってもらうためには次に何をしたらいいかなというお悩み相談です。9ヶ月のお子さんも入ってくださったんですね、すごいな。はいどうぞ。あ、今使ったらそれね。はい、サンスポを読み聞かせるサンスポもう9ヶ月から全然わかんないと思うけど、そっから始まる。あ、じゃあ入会した次はサンスポを読み聞かせるでお願いいたします。では次いっちゃいます。かなえさんからいただきました。以前のお悩み相談でやる気スイッチは肩甲骨の下にあるとのことでしたが見つかりません。私のスイッチはどこにありますかという質問をいただきました。ご相談ですね。お悩み相談でやる気スイッチどこにあるんですかというねご相談ですが、いかがでしょうか。はいどうぞ。2丁目のタバコ屋さんタバコ屋さんに扱ってんのやる気スイッチ。あ、ほんと、ちょっとお姉さんも今度見てみるね。2丁目のタバコ屋さんだそうです。ぜひ行ってみてくださいでは次行きましょう。ちょっとこれお名前なんてお読みするのかな、 SCHHOR さんからいただいております。夫が鬱陶しいですというお悩みなんですがちょっとこれはね、あの外出自粛の期間そういうお悩みもあるかもしれません。はいどうぞ。別れろ一刀両断ですね。まあ、こういった場面でちょっとね、そういう方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、では次行きましょうか。はい、お名前ひーさんからいただきました。知らない人がインターホンを鳴らします、どう対応すればいいですかと。これなんか大丈夫ですかね、心配なんですけど。私知らない人にインターホン鳴らされたらちょっと怖いですけど、どうしたらいいかな。はいどうぞ。やられたらやり返せ、知らないからね、このインターホンをしてる人がどこ住んでるかね。じゃあもうその時すぐ開けてね、すぐ追いかけたらいいね。ちょっと気をつけてください、でもね安全には気をつけてください。では続きまして、はい、あ、続いてはですね、ちょっとお悩みではないんですけれども、今日夜勤の娘、初めてコロナ感染者の看護をしていますが心配で不安で仕方ありません。大好きなつば九郎さん、娘が元気でいられるようにまた元気に働けるようにメッセージをくださいと、親子でナースさんからいただきましたお悩みというかメッセージですね。娘さんが看護師さんで今回初めてコロナ感染者の看護をされるということで、ではメッセージお願いします。みんなで、あ、拍手しましょう。ぜひね、拍手を送りましょう。ねえ、本当に皆さんに助けられてます、ありがとうございます。親子でナースさんね、娘さんもぜひご無事で頑張ってください、よろしくお願いします。では続きまして、ともさんからいただきました。哲人さんは元気でいますかというご相談というか質問ですね。山田哲人選手のことかな。はい、いかがでしょうか。これはつば九郎は知ってるのかな、選手の皆さんの近況をね。さすがですね、ファンの皆さんもね開幕を心待ちに、ね、してらっしゃいますもんね。はい、お願いします。多分元気、今週刊誌に注意そうね、いや外出自粛してますよ選手の皆さんもね、もちろんね練習以外はね。では次いきますよ。なるちょうさん、なるちょうさんからいただきました。中日が優勝するにはどうしたらいいですかというご相談です。つば九郎に相談するんですね。さあ、中日が優勝するにはどうしたらいいでしょうか。はい、ではお願いします。G を叩くそうですね、これはセリーグ皆さんのね意見かもしれませんねはい、では続きまして、こちらは、
ちょっとお名前が GHCMASAYA さんからいただきました。ありがとうございます。つば九郎さんはヤクルトの歴代最高の投手を教えてください。私は伊藤智さんです。伊藤智人選手ですかね。つば九郎が考えるヤクルトの歴代最高ピッチャーどなたでしょうか。はい、お願いします。ランバシさん。あ、ここに出ますかね。ここに、ね、あの詳細で出してください。お願いします。ランバシさんだとお考えですね、スマクロは。では次いっちゃいますよ。はい、続きまして、お名前マホさんからいただきました。つば九郎さん、こんにちは。お悩み聞いてください。私はつばちゃん大好きヤクルトファンです。私の彼はジャビット大好き巨人ファンです。ちなみに彼の家族はみんな巨人ファンです。直接対決でヤクルトが勝つと少しだけ気まずい雰囲気になります。これからも円満にお付き合いするための秘訣を教えてください。もちろん私はヤクルトファンを辞めるつもりはありません。よろしくお願いします、とお悩みが届いています。ご自身がヤクルトファン、彼が巨人ファン、そして彼のご家族みんな巨人ファンというお悩みなんですが、円満にお付き合いするにはどうしたらいいでしょう。はい、お願いします。読売新聞をやめる、4チャンネルを捨てるこれ円満ですか、本当に大丈夫ですか。これでうまくいくかどうかちょっと私は責任は取れませんが、つば九郎はそのように言っております。参考になさってみてください。では次参りましょう。お名前が夏耳さんからいただきました。つば九郎さん、こんばんは。皆さん書いた時間の挨拶をされていらっしゃいますね。いつもブログで元気をもらい癒されています。早く野球が開幕してつば九郎さんに会いたいです。アラフォーの私です。4月から新入社員が入り、私が指導係となりました。素直な男の子で気さくに話をしてくれます。 LINE 交換しました。年は一回り以上年下です。最近なぜか彼のことを意識してしまうようになりました。彼はきっと私のことなど恋愛対象とは考えられないと思います。 LINE もいつも私からです。仕事は仕事で割り切っています。コロナが落ち着いたらご飯行きましょうって言われました。これは社交辞令でしょうか、脈なしでしょうか。少しでも恋愛の可能性があるなら好きでいたいです。この年になって恋愛で悩むとはっていうくらい悩んでいます。つば九郎さん、大人な意見を聞かせてください。よろしくお願いします、というお悩みが届いています。さあ、ここまで恋愛のお悩みあんまりなかったですからね。あのカップルのお悩みはありましたけれども、さあ、一回り以上年下の彼とちょっとね恋心を抱いていらっしゃるようですけれども、ではお願いします。いつも勝負パンツを履こう何があるか分かりませんからね。そうですね、一回り以上年下でもね、何があるか分かりませんからということですんで、あの気持ちだけはいつもねこう身構えておいてくださいってことですね。では次のお悩みいっちゃいます。お名前つばばばさんからいただきました。本当はつば九郎さん大好きなのに、神宮でお友達になった人たちに誰のファンって聞かれると、ここって答えてたんです。今年からはどうしたらいいんでしょう、というお悩みが届いております。今年はそうやって逃げられなくなってしまったというところですかね。さあ、でも正直に言っていただいてもいいような気もしますけれども、いかがでしょうか。さあ、では回答の方お願いします。もういないトルクーヤでじゃあ今年からトルクーヤと言ってもらいましょうかね。何も隠すことないですけどね。では次のご質問いきましょうかね、ご相談いきましょうかね。お名前が、ピオキチさんからいただきました。愛というものが分かりません、おかしいのでしょうか、というお悩みです。さあ、いかがでしょうか。愛というものが分からない、さあこれにはつば九郎先生どうお答えするのでしょうか。こうやってね、外出自粛なんかになってこうふと思い立った時に、愛ってなんだろうってこう悩んでらっしゃる方もいるのかもしれないですね。はい、ではお願いします。愛、あれ、愛、お猿さんだよ逃げないでください、お猿さんに逃げないでください。ということは、つば九郎も愛についてはちょっとまだ悩みの途中なんですかね。どうですか。どうぞ。愛のままに、我がままに、僕は君だけを傷つけない、ビーズあの、すみません、歌に逃げるのやめてもらっていいですか。童謡から歌謡曲まで J-POP まで
じゃあその辺にしときましょうか。皆さんの中にそれぞれ愛があるかと思います。つば九郎の場合はこの2曲でした。では次参ります。お名前が、あんこさんからいただきました。旦那が晩酌で見事な千鳥足になるほど飲んでしまいます。子供も冷めた目で見ています。飲みすぎないように注意しても全然ダメです。どうしたらいいですかという質問です。さあいかがでしょうか。これ本当皆さんも気をつけてくださいね。お外に出られないからといってお家で飲みすぎっていうのもね。はい、でもお願いします。家だから大丈夫ね川田さんと呼びかけていらっしゃいます。つば九郎 TV を通して。そうなんですね、川田さんもそうなんですね。皆様お気をつけてくださいね。お気をつけてください。さあということで次の問題いっちゃってよろしいでしょうか。では次のお悩みです。トン2505さんからいただきました。つば九郎先生こんばんは。お悩み相談ではないんですが、娘が先生に質問があるとのことなのでよろしくお願いします。なんでつば九郎先生は競馬が好きなんですか。ゆずちゃん10歳から、質問が届いております。ゆずちゃんそうだよね、競馬ってそんなに面白いのかなってねきっと思ってるんでしょうね。はい、お答えお願いします。よく当たるから生活かかっているのでとリアルな答え出ちゃいましたね。大人の皆さんはそういった理由で競馬楽しいんですね。ということでゆずちゃん分かったかな。では次参りましょうか。はい、では次の、相談です。2年同棲している彼氏がなかなかプロポーズしてくれません。先生どうしたらよいのでしょうか。3年目のてんてんてんさんから、ご相談が届いています。2年同棲されてるっていうことでね、女性の方はきっと今か今かと思ってらっしゃるんでしょうね。はい、お願いします。あなたに魅力がないのか、彼にもう一人女がいる。本当、もうちょっとなんか優しいのないのねえ。いやいやいや、びっくりしちゃった。そんなことないでしょ、2年住んでるんだよ一緒に。そんなことないでしょう。はい、小夏に聞いてみよう。そうですね、2年同棲、まあ、この方のご年齢にもねよりますけどね、こうまだちょっとお仕事でご自身がねまだ自信がないとかいろいろあるかもしれませんけれども、でも女性の方からズバッと言っちゃってもいい時はいいですよね。ね、そういうのもいいんじゃないですか。ぜひぜひ、あとこうじわじわ外堀から攻めるとかねやってみたらいいんじゃないかなと思います。結婚したい、つば九郎も結婚したい。そうなのね、ここでつば九郎 TV で報告したいよね。そんな日が来ることを皆さんと、あ、ここに募集する、結婚相手募集するの。じゃあ皆さんこちらまでお願いします。次の企画決まりましたね。では参りましょう。続いてのお悩みはこちら、いもすけさんからです。つばちゃんの筆談トークショーの時にもじもじして手を挙げる勇気が出ません。どうしたらいいですかとお悩み届いてます。筆談トークショーの時ね、なかなかちょっと皆さんの前で質問するのはっていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。はい、どうぞ。もじもじしてなさいと。やっぱりいざって時は勇気が必要よね。何か聞きたいことがあったらね、ぜひ勇気を持って手を挙げてください。さあ、では次いっちゃいますかね。赤用 -0314 さんからいただきました。つばちゃんこんにちは。いつも自分の器の小ささにがっかりしています。どうしたらつばちゃんのような優しい心を持てるようになりますかという質問相談届いてます。さあどうでしょうか。はい、お願いします。まずは一皮むける。大きな人間になれと。そうね、一皮むけてつば九郎のように大きな人間になっていただきましょう。では次いっちゃいます。マイカ0912-2020-002111さんからいただきました。ありがとうございます。つばちゃんこんにちは。ソフトバンクの松田選手の熱男リレーに参加してください。つばちゃんの熱男を見たいですとリクエストが来ましたが、いいですか。溜めてますね。熱男いただきました。溜めましたね。ありがとうございます。何か一言添えておきますか。はい、背番号19はカツオ。ちょっと大違いでしたね。では次参りますよ。あやぱんさんからいただきました。私ドアラと仲良くなるには何を見つけばいいですかという質問相談いただいてます。ドアラと仲良くなりたいんですね。
金球団マスコットがさ、そういうこと言わないでよねえ。そんなことないですよきっとね。はい、じゃあ次行きましょう。続いては伊賀さんからいただきました。ありがとうございます。保育士をしています。この状況でも休めない保護者の方がいて、保育園で過ごす子どもたちがいる。その命を守るため、共に時間を過ごすために毎日出勤しています。でも私たちにだって家族がいるし怖いです。家にいられたらどんなにいいかと思うこともあります。つば九郎さん、どうか元気になれる一言をいただけませんか。手洗いうがいヤクルトで頑張りますとメッセージをいただいてますので、ぜひつば九郎からもね、保育士の皆さん、こうやって保育にね携わってる皆さんにもエールを届けてもらいましょうか。本当にね、多くの皆さんが助けられてますよね、こうやって保育のね最前線で活躍してる皆さんには。ではお願いします。心を一つに、一人じゃないよみんな、エミフルと。そうですよね、本当にね、もうこちらの方にも拍手を送りましょうかね。本当にありがとうございます。つば九郎TVをご覧の皆さんも一緒にね拍手を送ってくださってると思います。こうやって皆さんの生活をね守ってくださる方がいるから、私たちはこうやって元気に過ごせるんですもんね。では次行きましょうか。続いては、あっという間に最後の質問相談になりました。つば九郎先生すみません、先生の大ファンなのに巨人ファンをやめられません、どうしたらいいでしょうか。ミミ2014さんからいただきました。ありがとうございます。さあ、ちょっと似たような質問も相談もございましたけれども、大ファンなのに巨人ファンやめられない、どうしたらいいでしょう。はい、水道橋をしかっと素通りしろと、なかなかできることじゃないような気もしますけれどもね、とのことでした。さあ、ということでちょっとお時間の関係ですいません、もっともっとたくさん質問来て、相談来ていたんですけれども、すいません、この辺で、相談のコーナーの方は、終了とさせていただきます。皆さん、たくさんのご相談ありがとうございました。さあ、これ面白かったね。何かありましたか、つば九郎やってみて。皆さんいろんな悩みをね抱えてるってことが分かりましたね。ほんとちょっとご紹介できたのは一部でしたけれども、はい、何でしょう。選手にもお悩み聞いてみよう。選手にお悩み聞いてみるの。さ、まあ、確かに選手もね、皆さんもこう球界の、まあ、ある意味大先輩のつば九郎に聞いてみたいことがある。そっから LINE するの。つばつけすぎじゃないそれ。よくないよ、このご時世つばよくないよ。自分のだからってつけすぎでしょそれ。絶対反応しないから。舐めてるダメですよ。ここで LINE 送るの。送ってんの今。すごい。じゃあこの後選手からLINE が来るかもしれない。楽しみですね。そう、しんと、あ、すごい。では選手の皆さん、お待ちしてます。さあ、選手の皆さんからの LINE を待っているところで、次はこのコーナーに参りましょう。ひとりぼっち大喜利。やってまいりました。もう冬の風物詩となっているのが、つば九郎とドアラのディナーショー、皆さんご存知ですよね。その大喜利コーナー、いつも大人気なんです。そこで今回はドアラもいなければ、ハリーホークもいない、マー君もいない、この状況でつば九郎一人きりとなりますが、一人ぼっちで大喜利をしていただきましょう。よろしくお願いします。では早速参りましょう。一人ぼっち大喜利第1問はこちら。ソーシャルディスタンス、分かりやすく教えてください。さあ、今何かと叫ばれているこのソーシャルディスタンス、一体何でしょう。はい、どうぞ。オールスターの時のつば九郎&ドアラと BB の距離。まあ、そうですね、ソーシャルディスタンス以上何ならあったかも分かりませんけれども、違います。皆さんのためにもちゃんと説明しますと、ソーシャルディスタンスというのは、社会的距離と言いましてですね、くしゃみとか咳によるこのしぶきがね、到達する距離が、くしゃみだと3メートル、咳で2メートルと言われているらしくって、そこでこの厚生労働省では相手との距離を2メートル保つということをね推奨しています。感染拡大を防ぐために皆さんもソーシャルディスタンスを取ってください。さあ、これがソーシャルディスタンス、わかりますか。大丈夫ですか。なんか冒頭でも言ったと思うので、はい、どうぞ。東出くんとあんちゃん。もっと空いてるかもわからないね、今はね。ちょっとね。いや、私はもう、ちょっと、どうかなと思いますけれどもね。
どうですか、ソーシャルディスタンス。私たちもね、こう冒頭でもお話ししました通り、ソーシャルディスタンスを開けてしっかり、はいどうぞ、お送りしてますが、はい、東出くんとカラタさん、そうです、そこは開けてもらわなきゃ困りますよ、ソーシャルディスタンスどころの騒ぎじゃございません。さあどうでしょうか。約2メートルと言われてますけれども、できるだけこうね距離を取っていきましょう皆さんね。はいどうぞ。昭恵夫人と野党の人々これ流せるの、これ流大丈夫なの、流せるんですか ね。そうですね、ちょっと距離は空いてますね今ね。さあまだありますか、ソーシャルディスタンス。本当に2メートル、ソーシャルディスタンス2メートルっていうのが答えかと思った。はいどうぞ。白鵬と横進そうね、ま、引っ張るね結構ね、それね、まだ行くか。さあこのぐらいでよろしいですか、まだソーシャルディスタンスありますか。はいどうぞ。分かったか。いや私共演させていただいてるんで、そこはねあんまり触れられないんですよ。さあではまだ出てくるね、ソーシャルディスタンス。社会ではみんな結構距離空いてるんですね。さあいかがでしょう。はいどうぞ。空振りした時のバレンティンのバットとキャッチャーの位置あれソーシャルディスタンスですかね。さあではこの辺でいいですか、まだあるんでね。じゃあ次いきますよ。続きまして、一人ぼっち大喜利第2問、こちらすいません、まだ出してないです、BB ここBB ここにいるんですか。すいません、次の問題行くんです、いいですか、いいですか。BB とのソーシャルディスタンス示さないでもらっていいですか。さあ、これです、次の問題こちら、3M って何ですか。さあ今しきりに叫ばれております、ソーシャルディスタンスと同様守らなければいけない 3M なんでしょうか。はいどうぞ。マー君、マックとモスが好き。ちょっと待ってやめてよ、違うよ、マリンズのマー君ね、マックとモス行ったことないよ、行ったことないんだから、ちゃんと言いましょうね、3M いわゆる3密ですね、こちらは、密閉空間、密集場所、密接場面、こちらは感染リスクを防ぐために避けてくださいと言われている、3密のことですよ。さあそれを受けまして 3M って何ですか、つば九郎お願いします。はいどうぞ。宮城、宮崎、三重いい具合にちょっと離れてはいますけれどもね、でも 3M 行きたいですね、コロナが明けたらねさあいかがですか。さあ本来であれば避けるべき 3M ですけれども、どうぞ。元監督、真中満。真中さんをここで、避けなくていいんですよ。避けなくていいんです。ね。M、M、M、3M じゃないです。避けないでください。ね。これからもね、仲良くしていただいてください。はい。3M って何でしょうか。はい、どうぞ。真中さん。持っとるくじ間違い外れですもうそれはやめて、もうやめて差し上げて、もうそれは、はい、MMM3M 違います。じゃあちょっとこの辺でということで、この後は選手からのお悩み質問届いてるみたいですので、皆さんお楽しみに。以上、ひとりぼっち大喜利のコーナーでした。さあそれでは先ほどからつば九郎のラインが鳴ってますんで、選手からもたくさん質問が届いてきてるようです今も来ました。さあでは早速選手からの質問に答えていただきましょう。まずはですね、池山二軍監督からいただいています。あ、なんか動画が届いてるようなんで、ちょっとこちらをご覧ください。じゃじゃーん、池山です。つば九郎元気ですか。ムンさんは元気で、頑張っております。選手たちも元気に、密にならないように自主練習を頑張ってます。まあ、それ以外は部屋の中にいることが多くなったんですが、部屋の中では
腹筋ローラーを徐々に始めました。つば九郎は部屋の中で何をしますか？はい、ということで、つば九郎は部屋で何をして過ごしてるんですかという質問が来てますけれども、確かにつば九郎はどうやってステイホームで過ごしてるんでしょうね。はい、腹筋を休ませてますと真逆ですね。あ、逆にいつ使ってるのか教えてもらっていい？四六時中休ませてるようですけれども、なるほど。では次行っちゃっていいですか？はい、続いては、あ、中村悠平選手から届いています。年々エラが張ってきている気がします。息子にはパパの顔四角いねと言われ、帰省した際には祖母に顔腫れてるけどどうしたんやと本気で心配されますというお悩みが届いています。すごいですね、こんなことを相談できる、ね、選手からご相談されるっていうのはもうつば九郎だけですね。さあどうですか？アベノマスクサイズ合わないよねとちょっとコンパクトめなマスクですからね。そうですね。さあどんどん行っちゃってもいいですか？あ、また来てます、また来てます。続いて五十嵐亮太投手からいただきました。最近家でダンスゲームをしているんですが、なかなか上達しません。リズム感があればピッチングにも生かされるんじゃないかと思いやっているんですが、何かコツがあったら教えてほしいです。つば九郎が踊ってるところを見たことないけどよろしくお願いしますと、五十嵐選手からいただいています。どうですか？確かにダンスゲームのこのね、リズム感がこうピッチングに生きる、はあ、確かにそうですね。いろんなこう切り口からトレーニングをされてるんですね。はい、子供が寝てる間にやりまくるなるほどね、寝静まった時に一人で自主練やりまくってくださいね。つば九郎はどうなの？ダンスの方はどうですか？やっぱりつば九郎もこれに尽きるってとこですかね。はい、手しか動いてません。では続きまして、石山太一投手から届いてます。美味しいテイクアウトのお店教えてくださいと来てます。ね、ちょっとお店の方もね、営業自粛されてるところが多くて、こうテイクアウトでね、商品を出されてるところも多いですから、どうでしょう？ウーバーイーツ、そうね、ウーバーイーツがあればね、どこでも美味しいもの食べられますね。そして子供と一緒にお家で遊べる楽しいことがあれば教えてくださいと来てます。これ最後の質問ですね。ね、お子さんと過ごす時間が増えて選手の皆さんちょっとそこはね嬉しいんじゃないかなと思いますけれどもね。はい、紙コップチャレンジ今選手の皆さんやってますもんね。ぜひあのご家族で皆さんもやってみてください。さあ続いて、川崎健次郎さんからいただいております。最近競馬が全く当たらないのですが、どんな買い方をしたら当たるようになりますか？つば九郎の馬券必勝法を教えてくださいと。今写真も出てますけれどもね。さあすごいですね、こんなお悩みも届くんですね、つば九郎のところには。すごいな。はい、今週末天皇賞奇跡で決まりですこれ時間的に合ってますか？これ大丈夫かな、放送日とね、合ってますかね。個人的にじゃあね、来年またご連絡取っていただければと思います。続きまして、エバナ正直ブルペンキャッチャーからいただいております。つば九郎元気ですか？ステイホーム、あの巣ごもりのね、ステイホームしてますか？私のおうち時間の過ごし方どんなものかと数読始めました。結構頭使うし、苦労して解けた時の喜びはなかなかです。また答えをハガキで送れば豪華な商品が当たる可能性もあります。そこでつば九郎に質問です。つば九郎が昔懸賞生活で当選して嬉しかった商品ベスト3を教えてくださいと来ています。あ、こういう風にナンプレね、数読、あ、おうち時間過ごすのにはいいかもしれない。さあ懸賞生活でナズビじゃねえよとこれ若い子知らないでしょ。ねえ、ありましたね、懸賞生活ね。でもこのタイミングだからこそいいかもしれない、懸賞生活ね。皆さんもやってみてください。ちょっと倍率が急に上がっちゃうかもしれませんが、続きまして、なんか、つば九郎これさ、これ選手の皆さんとか関係者の方に送ったんだよね。なんか女の子の名前が LINE 来てるけど、みどりちゃん、みどりちゃんから来てますけどこれ何ど、何、お店の女の子かなこれは紹介しないにするね、これは開かないにするね。はい、続きまして
本当に来てるんだねこれね。さあ、フランク三浦さんからいただいてます。なんで同い年の宮本慎也が六様でわしがフランクおじさんやねんと言われてますけれども、どうですか、様がね、宮本さんには様がついてますけど、なんでフランクおじさんやねんと質問が来てますけれども、いかがですか。こういう関係が広いですね、さすがにね。でも散々お世話になってるんじゃないですか、フランク三浦さんにはね、ツバプロもね。はい、おじさんだから、六様に言ったらしばかれるとあ、そういう違いなんですかね。なるほどなるほど。さあ、また女の子のラインもありますけれども、ちょっと飛ばして結構来てんね飛ばして、山中博文投手からいただいています。つば九郎はプロレスが好きだと聞きました。プロレスの魅力を教えてください。好きな団体や好きな選手、好きな技、一番興奮した試合など、プロレスのいいところを教えてくださいと来てます。プロレスが好きなんですね、つば九郎はね。さあ、ぜひね、つば九郎に、プロレスの魅力を一言で言えない、まあ確かにそうですね。何かどうですか、まだプロレスあんまり見たことないよっていう方にこう魅力をお伝えするとしたら、この試合がいいよとか、この選手がいいよとか、この技かっこいいよとか教えてください。はい、どうでしょう。夢がある、楽しい、スカッとする。なるほど、じゃあこうやってね、あのお家に出られなくて家で時間がある方にはぴったりかもしれないですね。こうスカッとね、プロレスを見て楽しむのもいいかもしれないですね。さあ、まだプロレスについてありますか。オフには山中くんと新日見に行ってますと。あ、一緒に行ってるんだ。あ、プロレス仲間なのね、すごいですね。じゃあ皆さんも よかったらお二人おすすめのプロレス楽しんでください。さあ、山中投手からはですね、ファンの皆さんへメッセージもいただいてます。ちょっと私の方で代読をさせていただきます。コロナで世界中が大変なことになっています。どうしても気持ちが沈みがちです。でも僕はこの時に人間の本質が出るものだと思います。今自分には何ができるか前向きに考えて一生懸命行動していく。難しい大変な時期ですが、皆さんの力で乗り越えていきましょう。これからも引き続きスワローズの応援よろしくお願いいたしますとメッセージをいただきました。あ、共に戦おう。そうですね、これをご覧の皆さんもね、同じお気持ちかと思います。山中選手ありがとうございます。では、最後になりますかね。あ、東海ラジオ村上和弘アナウンサーからいただきました。村上さんお元気ですかではご紹介します。本来なら本来なら火曜日から金曜日4時から 6時までのドラゴンズステーションという番組を担当していますが、プロ野球開幕延期で7時までの3時間番組になっています。ドラゴンズは2人1組で一勤一休、代表取材1社のみの報道規制でネタも限られ番組の内容に苦労しています。つば九郎さんのご協力もあって、週1回の大喜利など一部盛り上がっているコーナーもありますが、52歳という年齢もあり、すごく若く見えますけど52歳という年齢もあり、全体的に昔話を語るおじいさんみたいになってしまいます。悩んで宅飲みの量が増えるばかりです。どうしたらいいでしょうかと、村上アナウンサーからお悩みが届いています。さあ、ちょっとあのお酒の量が増えるっていうご相談が各所から届いてますね。さあ、いかがでしょうか。はい、それはミノさんに聞いてと投げましたね。さあ、ということでちょっとお悩みはここまでなんですが、他にも言いたいことありますか。大丈夫ですか。じゃあ本当にあの選手をはじめ球団関係者の皆様やつば九郎の仲良しの皆さんから各所からお悩みが届きました。ちょっとお時間の関係で以上が最後になりますが、みんなありがとうと、皆さん本当にありがとうございました。以上、質問をいただいた選手の皆さんもありがとうございました。つば九郎お悩み相談のコーナーでした。さあ、お送りしてまいりましたが、つば九郎この番組面白かったね。いや、これはちょっと皆さん楽しんでいただけたんじゃないかなと思いますけれども、またこの企画やりたいよね。え、なんかアイディアある？はい、どうぞ。ドアラ、マー君、ハリーも誘ってみよう。あ、いいね、いいね。さあ、あ、今誘うの？あ、じゃあちょっと LINE してみてよ。ね、つばつけないで、本当つばつけたら反応するわけじゃないから、紙じゃないからね。さあ、このご時世って本当ダメだからね。さあ、果たして、ドアラ、マー君、ハ
はり参加してくれるのかな、果たしてこのラインスルーされちゃうんでしょうか。皆さん楽しみにしていてください。送信 OK。 さあそれでは最後につば九郎からぜひファンの皆さんにメッセージをお願いします。ちょっとでも皆さんがね楽しい気持ちになってくれたら嬉しいなと思いますが、はい、ではお願いします。今本当に我慢の時です、共に戦いましょう、ステイホームといただきました。本当にその通りだね。早くファンの皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。ということで今日はこの辺でお別れです。以上つば九郎 TV メインパーソナリティのつば九郎とMC の庄司小夏でした。ありがとうございました。またね。球場へ行こう。